皆さんおはようございます。今日はですね、家族、ほぼ家族だけで、みのりちゃんがちょっと参加してますけども、こちらの方は、礼拝してます。席はですね、みんな2メートル間隔で座って、います。ちょっとマスク外すね。でみんな50センチ僕からちょっと遠くなってます。はい、ですね、今日は、御霊の実についてですね、一緒に、皆さんと、聖書の中で学んでみたいと思います。で例によってですね、最初の5分か10分ぐらいは子供バージョンでしますので、みんな聞いてますか？聞いてますか？はい、タイトルは、今日のメッセージのタイトルは愛、喜び、平安。聖書の箇所はね、ガラテヤ人への手紙の5章の22節から23節で、みんなじゃあここ一緒に読もうね。いいですか？1、2、3。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。実っていうのは英語ではフルーツと言って、まあ、みんなが想像するのは例えばブドウだとか柿とか、どんな果物を想像する？桃ね。みのちゃんはどんな果物を想像する？リンゴ。いろんな実があるよね。ここで書いてあるのは聖霊様の実って書いてあるんだけど、いくつありますか？ 1、2、3。 愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制。 1、2、3、4、5、6、7、8、9 個ある。で9個だとちょっと今日は多いので、最初の3つだけ、愛と喜びと平安についてですね、みんなと一緒に、考えたいなというふうに思います。ヨチさんが住んでた、子供の時に育った、幼稚園から、結婚するまで住んでた土地、アメリカ行ったりしたけれど、住んでたお家はここから10分ぐらい車で離れたところに、そこに弟の高志家族が今住んでます。でね、小さい時に、まあ、お庭があるお家で、そこに庭にいくつかこう木が植わってたので、その木の中に、実がなる木があったんですね。で一つは2本、4本ぐらい木があって、2本はブドウの木でした。それからもう2本か1本は夏みかんの木だったんで、で季節になると結構実がなって、ブドウはブドウの穴があって、もういっぱいブドウの実がなるので、家族でそれを取って食べきれないので、近所の人に配ったりとか、それからジャムにしたりとか。それ夏みかんもそんなに大きな木ではなかったんだけど、たくさん夏みかんの木が今でもなってて、それで、今同じお家に住んでる弟の高志家族が自分たちだけでは食べきれないので、教会の人たちに分けて山ほど取れるので、ね、バケツに何杯も取れるの でうちではそれを、のりこさんがマーマレードにして、ですね、食べたりしてます。命のある、こう実を、そんなにですね、肥料をやったりとか手を入れをしていたわけではないんだけど、たくさん実が、今でもたくさん実がなるんですね。ごめんなさい、ちょっとお茶飲むね。みんなの中でもうですね、そういう、ですね、絵をですね、心の中で描いていた、もらいたいなと思います。柿の木でもみんなどんな木を思い浮かべますか？ブドウでもいいですよ。それから柿の木でもいいし、桃の木でもいいし、自分がその木になったつもりで、ちょっと時間をあげるから、自分の好きな果物の木になったつもりになってくれますか？聞きますよ、何の木になったか。10秒だけで時間があるからね。はい、
順番に聞いていくよ、ヨッシーは何の木になりましたか、みかん。みかんの木ね、それからのりこさん何の木になりましたか。リンゴ。リンゴの木、ひろちゃんはリンゴ。リンゴの木。花はヤシの木。え、ヤシの木。ヤシの木。ヤシの木を見よ。みのちゃんは私もリンゴ。リンゴ、リンゴ多いですね。イサクは何の木。マンゴー。マンゴーにね。はい、トロピカルな人が2人いましたけどもですね、みんなこう思い描いた時に、ですね、たくさん実がなってた方がいいでしょ、そう思いませんか。で、聖書はイエス様を信じた人がたくさん豊かな実を実らせるようになるっていうふうに言ってるのね。でもここで書いたのはその人の実、僕たちの実ではなくて聖霊様の、僕たちの中に住んでくださっている聖霊様の実だっていうふうに言ってるんですね。でさっき言ったように、今言ったマンゴーとかココナッツとかヤシの木とかリンゴとかブドウとかいろいろあったけど、やっぱりたくさんなってた方がいいじゃない。たくさんなってると、たくさんなればなるほど他の人たちにこう分けてあげることができるでしょ、うん、で例えばさ、リンゴの木だったとしてもね、リンゴの木でリンゴの、自分がリンゴの木だったとして近くに寄ってみて、なんか葉っぱばっかりで3個ぐらいしかなかったらさ、寂しいじゃないですかね。イエス様を、他の箇所にもたくさんあるんだけど、イエス様を信じる人たちは豊かに実を結ぶようになるというふうに、聖書約束してくださったのね。それは自分たちだけではなくて、それを周りの人たちに分けてあげられるぐらいに、あふれるばかりに、ですね、豊かに実を結ぶものになりますっていうふうに書いてあります。じゃあお隣の方に、あなたは、豊かな実を結ぶものですよっていうふうに言ってくあげてくれますか。あなたは豊かな実を結ぶものですよ。いっぱいですか。400個ぐらい。ヤシの実か。イエスは信じているんだったらね、そういうことですね。じゃあこの聖書のさっき書いてあった9つあるんだけど、3つだけ拾ってこうね。まず、はい、ね、僕たちは誰か大切な人がいたり愛する人がいたり、すると思うんだよ。家族はそうでしょ。まず、子供のこと大切だし、お父さんお母さんはみんなのこと愛してくださって愛していると思います。それからみんなの大好きな友達もいると思いますね。でも大変なことがあると、結構僕たちってその愛をなくしてしまうことってないでしょうか。ないかな。普通の時だったらば、親切にできる。何にもなかったらば、気分がいい時は、優しくしてあげる。でもちょっとしたことで気分悪くなったらば意地悪になっちゃったりすることないですか。あります。どう、あります。どうですか。ないですか。僕たちの愛っていうのは、ですね、ちっちゃいんだよね。ちっちゃいんだよね。すぐなくなっちゃう。でもここに書いてある愛っていうのは聖霊様の愛なんですね。聖霊様の愛っていうのはね、僕たちの愛とちょっと違うんだね。僕たちが愛するって言った時に、なんかお返しをどっかで欲しいなと思わない？だからこれだけしてあげたからお返しが欲しいな。お返しを全然してくれない、しかとするような人愛すること大好きになれますか。みんなはどう、ね、全然自分のことを見向きもしないで冷たくする人のこと愛することできる？どうしようか。でもね、多分みんなのお父さんやお母さんってみんながちょっといたずらしたり言うこと聞かなくても愛してくれるじゃないか。そうじゃないですか。叱ったり怒ったりすることあっても、やっぱりどう、家から追い出さないでしょ、みんなのお父さんお母さんって、ね、そういうふうに、神様の愛って僕たちが、ですね、失敗しても、なんか、ちょっと意地悪なことをしたとしても、ですね、
神様の方は僕たちのいつもいつも愛してくださっているんですね。僕たちってお返しできないでしょ、神様に。神様の愛はそういう愛なんですね。そういう実を結ぶことができるようになるというふうに聖書を教えています。2つ目はね、喜び、みんなどうですか、いつもいつも喜んでる、不機嫌になることないですか？ないですか？嫌だなと思ってプーッと膨れちゃうことないですか？誰かにちょっとした、ことを言われて頭に来たりカチンと来たりしませんか？みなちゃんどうですか？します。ね、僕たちはいつも喜んでいられないよね。で、僕たちが喜んでるって嬉しい時だけ喜んでるんじゃない。なんかいいことがあったら喜んでるんじゃない。でもここの書いてある喜びっていうのは、何があってもちょっとやっぱり心配したりすることあるよ、ヨチさんでも。ありますよ。ちょっと頭に来たりすることあるよ。でもいつもいつも心の中を見ると、あ、イエス様いてくださるんだなって、それが嬉しいんだよね。それが、あ、聖書が僕たちに与えてくださるイエス様の喜びなんですね。それから3つ目はね、平安って書いてありますね。平安は安心って言ってもいいかもしれないね。みんないつもこう、どうですか、安心してる、心配なことないですか？うん、この中で心配性な人ちょっと手を挙げてください。あ、心配性だ。あ、人がいました。イサクはどんなこと心配しますか？面白いこと言うと将来のこと。ちょっとは心配するよね。ひろちゃんはどんなこと心配しますか？私が言ったことを間違ってなかったから。変なこと言わなかったから心配した。それはあるあるですね。僕もあるあるですね。こんなこと言わなきゃよかった。しょっちゅうなんだけど、そんな風に僕たちは、何もなければ、もちろん何もなくてですね、うまくいってれば安心なんだけど、そういうことって長く続かないよね。ちょっとやっぱりまずいことがあったり、それから予期しない、考えても、いないようなことが突然起こったりすると心配しちゃうじゃない。で、みんなは、今コロナウイルスが流行って学校行けなくなってるけども、どうかな、子供たちはみんな心配してますか？若い人たちはあんまり心配しないみたいだけど、さすがにちょっとみんな、世の中の人たちも若い人たちも心配し始めてると思いますね。そんなように僕たちが安心だなと思ってることは、ちょっとしたことがあると消えちゃうんだよね。でもイエス様のくださる平安っていうのはね、心の底の方にあってね、消えない平安なんですね。で、さっき実を結ぶって話をしたよね。この愛はね、イエス様の愛は僕たちの心の中にどん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 ね、増えていく愛なんですね。それを他の人たちに分けてあげることができるような愛なんです。で、僕の愛を、いっぱいもう自分で食べきれないぐらい愛を、イエス様の愛だよ、あの僕の愛はちっぽけないので、イエス様の愛がたくさん増えていった時に、自分で食べきれないから、じゃああげるね、みのちゃんにあげるね、ハンナにあげるねって分けてあげること。そうするとみのちゃんもたくさんもらって、ですね、じゃあこれはちょっと取っとこうと、ジャムにしてね、瓶に入れて取っといたりとか、それからハンナはですね、何するしますか？愛をたくさんもらったらどうやって取ってきますか？美味しく料理して食べる。食べる？そうですね。まずいただいた、美味しいと思って食べるかもしれないね。それから喜びも、今なくなっちゃってるじゃないですか、心配のことがあると。でも喜びも、イエス様からされる喜びってどんなことがあってもですね、心の中から湧き上がってくる喜びで、自分だけでこう食べきれないから他の人たちに分けてあげることができるんですね。そうすると、のりこさんに、ようちさんの
喜びを分けると、のりこさんはそれを漬物にしてですね、こう取っておいたり、それからまずそれを、他の人たちにお裾分けしたりすることができるんだよね。でもフレッシュなまま食べた方がいいかもしれませんね。それから平安もそうだね。心配なことがあって、僕たち幼児さんも結構心配したり、たまに寝れないことがあったりとか、ねえ、ハンナから電話が来ないでなかなか帰ってこなかった、やっぱりどっかでさらわれちゃったんじゃないかと思って心配することもあるわけだけど、でも電話来たらほっとするよね。今帰るとこだよっていうふうにほっとしますね。平安、そういうふうにちょっとしたことがあると僕たちは心配してしまう。でもイエス様のくださる平安は僕たちの中からあふれてくるんですね。大丈夫だよ、心配している人たちに大丈夫だよって分けてあげることができる。そうするとその人たちも、平安をいただいて安心して元気になるんですね。いいですか。じゃあ最初のガラテヤ人の手紙の5章から22節の3 23節も一緒に読みましょう。はい、1の3。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。はい、みんなも、イエス様が植えてくださった木なんですね。そしてイエス様にしっかりつながっていたらば、みんなは豊かな実を結ぶようになって、その実を他の人たちに分けてあげることができるようになる、そういう約束、聖書の約束について、みんなにお話ししました。はい、良いですか。はい、では今度は大人バージョンでいきますはい、今のね、今日の子供バージョンでお話ししたように、今日の聖書の、メッセージのタイトルは愛、喜び、平安。なぜ、このテーマを拾ったかというと、今のこの世界がなくしてしまっているものなんですね。でもう一つは、これは、僕たちイエス様を信じる、キリストの弟子たちが持ってから失ってはいけないものですね。持ってないといけないものですね。周りをどんなことがあったとしてもね。初代教会、1世紀の、エルサレムに生まれた教会から人たちによって、たくさんの人たちが、宣教によってたくさんの人たちが救われてきました。で、初代のクリスチャン、最初のクリスチャンの人たちはその道のものっていうふうに呼ばれていたのね。その道っていうのはイエス・キリストという道に、従って歩んでいる人たち。でも、それは周りの人たちがつけた名前で、ちょっと冷やかしみたいな、意味もあるんだけどね。で、彼らはイエス様という道を歩んでいる人たちだったんですね。で、1世紀の使徒の働きの中にいるクリスチャンたちは決して豊かな平穏な環境の中に、状況の中に、置かれていませんでした。聖書を読むと分かるけど、ユダヤ人からも、同胞の仲間たちであるユダヤ人たちからも迫害されて、イエス様を信じてるね、救いにしてきた。それから今度は当時の、世界を、ですね、その当時の世界を支配していたローマ帝国からも、迫害されるようになっています。でもね、同時に、この人たち、キリストの弟子たちは、その世界をひっくり返すほどの大きな、影響を与えていたんですね。で、このクリスチャンたちを、クリスチャンたちをどうして彼らはあんなに喜んでいるんだろう、不思議な人たちだなと思って惹かれる人たちもたくさんいたというふうに聖書は書いてあります。弟子たちを見ているとね、弟子たちを見ていると、周囲の人たちはですね、すごく不思議な思いに駆られたんですね。なぜならば愛にあふれているから。それから大変な状況の中にあるのにすごく喜んでいるから。これから彼らが何があってもですね、平安ので満たされているようにね、見えるからですね、とても好きだった。でそれに惹かれて
たくさんの人たちが私も知りたいというふうに言って、キリストの弟子たちの群れに加わっていくようになったっていう様子が書かれて、います。この愛と喜びと平安というのは超自然的な愛と超自然的な喜びと超自然的な平安だったのね。人間の頭で理解できない。それを僕たちは持ってるんですね。イエス様が聖霊様が僕たちの中に住んでくださっているんだね。僕たちにとってもし一つだけこう大切なことが、まあ、今の時代だけでなくてだよ、一つだけ大切なことがあるとしたらば、クリスチャンである僕たち、キリストの弟子である僕たちにとって一番大切なことがあるとしたらば、それはどれだけイエス様とイエス様の近くを歩んでいるか、それだけなんですね。イエス様の近くをどれだけ歩んでいるかだけが大切だということができる。なぜならこの御霊の実は僕たちの実ではなくて、イエス様と全く同じ性質を持った聖霊様の実だからね。僕たちの中に住んでくださっている聖霊様の実だから。愛について考えてみましょうね。愛ってのはすごくこう抽象的な、言葉で、愛している大好きとか好きとかってね、言いますけれどもね、言うけれども、でもじゃあこの愛が本物かどうか、いろんな愛があると思う、本物かどうか、確認するためにはですね、どうしたらいいか。物の性質っていうのがあるよね。いろんな物の性質ってあるよね。で例えば、どうでしょうかね、ここにこうですね、紙があってですね、これは、普通の状態であれば、このままあるわけだけど、でもちょっとマッチで火をつけたらば燃えちゃうわけでしょ、燃えちゃうわけでしょ。それから氷だった、水だったらどうですか。ここにお茶があるけれども、この状態であれば、液体のものだよね。水、お茶のものですね。でもじゃあこれを、氷点下の状態で、0度以下の状態になったら凍っちゃうわけじゃないですか。それから、お鍋に入れて、それで火にくべれば、ブクブクいって蒸発してしまうわけでしょ。その物の性質っていうのは状況が変わった時にどんなものであるかが分かるっていうことができるよね。できるね。あんまりそうですね、ダイヤモンドっていうのは鉱物の中で一番硬いものですよね、ものだよね。ガラスもうまくカットすればダイヤモンドに似せて作ることができる、できますね。でも本物のダイヤモンドはこう何かに擦りつけた時にですね、ダイヤモンドはまあ脆い部分もあるんだけど、まあ、鉄でもこう引っかいても鉄の方が、金属の方が、傷がついて、ダイヤモンドは傷つかないですね。でもガラスで同じようにダイヤモンドを作ってても金属に擦りつけたらガラスの、塊というのは欠けてしまいますよね。その性質っていうのは何か状況が変わったりストレスがかかった時に、あ、こういうものだったんだってことが分かるわけですね。で僕たちはみんな、まあ、ちょっと親切なところもあるわけで、優しくしたり、人間の愛で優しくしたり、人を大切にしたり、だから近所の人になんかお土産が買ってきたらこう配ってあげたりするよね。でもさ、もしかしたら明日スーパーマーケットが空っぽになっちゃうかもしれないって言ったら、みんなスーパーマーケットに行って我先にですね、人混みをかき分けて自分だけお米やトイレットペーパーを半年分買ったりとか、他の人のことを考えないでですね、買い占めちゃうわけじゃない。そういう面も人間の中にあるよね。ありますよね。ハンナに質問しますね。トイレットペーパーがだんだんこうなくなっていきました。で最後の、1ロールになった時にミノちゃんから電話がかかってきた。
助けて、私トイレットペーパーなくなっちゃったの。どうする？半分。すごい優しい優しいハナちゃんですね。半分こにしたいですね。だから今度はですね、イサクからも電話かかってきてですね、イサク、ハナ助けて、ハナがトイレットペーパ ー持ってるって聞いたんだ。うちも今、新婚生活の中で最後の一度使い果たしちゃったんだ。だからどうする？そういうふうに僕たちって、何ですか、たくさんあればですよ、もうトイレットペーパーが何箱もあれば、ちょっとそこから小出しにして分けたりとか出てるけど、最後のワンロールを他の人たちに自分を犠牲にして分けてあげるかっていうと変な例だけど、なかなかそれできないでしょ。それできないと思うんですね。さて、ここに神様を持ってくるのはちょっと失礼な気がするかもしれませんが、しかしですね、神様っていうのは自分、神様の愛っていうのは自分の持ってるものすべて僕たちを、のために捧げてくださったんですね。命を一番大切なもの、スペアはなく、だって、神の一人子って言った時にスペアがなかったの。神様に例えばですよ、12人子供がいて、一人子じゃなくてですね、でそのうちの一人を捧げるんだだったらば、まあ一人ぐらいいいかってことなんです。でも、あまりいい例はない。で、神様には愛する一人子ってのは一人しかいなかったわけですね。自分と全く同じ一番大切なものを僕たちのために代わりのものいなかったんだけど、わけだからそれを捧げてくださった。そういう、ストーリーがあるよね。旧約聖書の中に一番大切なものを神様に捧げた人がいましたね。誰でしたか？そうですね、アブラハムは自分の後継ぎであるイサク、何よりも目の中に痛くない方のイサクを神様のために捧げました。それはやがて、新約の時代に神様が一人をイエス様を与えることの予表でしたね。予言的な行為でした。イサクの命は助かりました。神様がね、介入して殺してはいけないって言ってね。でもイエス様はどうでしたか？イエス様は十字架にかかった時に神様止めなかったでしょ。十字架にかかって子羊であるイエス様は自分自身の命を、全ての人の罪と呪いと病を負って、でも同時にここにいる一人一人、インターネットで見てくださっている一人一人、クリスチャンであろうがなかろうが一人一人のためにご自身を捧げてくださった。一番かけがえのないもの、代わりのないものを捧げてくださったんですね。それが神様の愛なんですね。そういった愛ってのは僕たちはね、ないんですね。残念なことにね、ないんですね。そういう愛で僕たちは人を愛することってできないんですね。どんなに、大好きな人と結婚したとして、子供のことをどんなに大事だと思ったとしても、僕たちはそういう神様の愛で周りの人たちを愛することができない。でもここで言ってる愛っていうのは聖霊様の御なんですね。僕たちの中にいらっしゃる聖霊様が、僕であるならば妻であるノリカアイス、聖霊様が子供たち4人の子供たち一人一人を愛する、聖霊様が教会の人々を愛する、どういうことかな。それは僕たちがどれだけ聖霊様に心を明け渡して生きているかどうかにかかってくるでしょ。私たちがどれだけ自分の心を聖霊様に明け渡して生きているかにかかっているんですね。身を結べるかどうかね。コリント人への手紙第1、16章の14節、一部分だけちょっと読みましょう。はい、じゃあパワーポイントを見て読みましょうね。1の3、
一切のことを愛を持って行います、でこれはできないですね、人間にはね。でもこの愛というのは、この愛というのは聖霊様の愛、ね、聖霊様のイエス様の愛なんですね。一切のことを愛を持って行いなさいということをもうちょっと詳しく言うと、いろんな毎日毎日の生活の中で、僕が妻の典子に、どう見て、僕がもちろん妻の典子愛してますよ、でもそれ以上に僕の中にいる聖霊様が典子をどういうふうに見て、どういう言葉をかけたいと願っていて、どういうふうに時間を過ごそうとしているか、それが聖霊様の愛が実を結んでいくプロセスなんですね。もちろん大切にしますよ、子供たちを。でも、僕が子供4人の子供たち一人一人を大切にしようとする仕方と、聖霊様が僕を通して子供たちに対してこう接してほしいという、願いとは、ね、違うんですね。どこかが教会の人たちと一人一人大切です。でも僕が一生懸命、この教会の人たちと、自分の愛で関わっていこうとしたらすぐ限界に来ちゃうんですね。でもそうではなくて、聖霊様が僕を通して、教会の人たちとどう、接してほしい、どういう言葉を発してほしいか、どういうふうに聖霊様をご覧になっているのか、それからこの教会の、外にいる人たちに対しても同じですね。隣人を、神を愛しなさいというのが第一の戒めです。それから隣人を愛しな、自分と同じように隣人を愛しなさいというのが第二の戒めですね。でもこの愛というのは神様から愛をまずいただいてからでないと、僕たちには全く神様を愛することもできないし、人を愛することもできないし、自分を愛することもできないですね。そこに神様の順番がありますね。まず罪人であった私たちを、無条件で愛してくださったっていう順番があるんですね。はい、次に喜びです。ピリピ人への手紙4章の4節、それからそれに続いて使徒の働きの13章の52節を読みましょう。いいですか。はい、いいですか。1の3、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。ピリピの手紙ですね。それから今度は使徒の働き1の3、弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。ピリピ人への手紙では命令形で書かれていますね。いつも主にやっておりなさい、もう一度言います、喜びなさい。喜びなさい、まず喜びなさいというのは命令であるということがポイントになったね。でもこれもですね、自分の力では喜ぶことってできないですよ。僕たちっていろんな大変なことがあったり、毎日の忙しい生活の中でプレッシャーを感じたりするときに、自分で喜んでいくっていうことは疲れちゃうかもしれませんね。自分の力で喜んでいこうとしたらね。でも喜びなさいっていう、ここで考えているとき、喜びなさいというときには、それは聖霊様が私たちのうちの中にいて喜んでくださるっていうところから始まっていかないといけないですね。自分の力で喜ぶなんてとてもできないのでね、僕たちにはね。聖霊様の、こう考えるといいと思うんですね。聖霊様は私たちの中で喜んでくださって、その喜びを共有しましょうということだと思うんですね。共有しなさいということだと思います。それから使徒の働きは、さっき言ったようにこの当時の弟子たちというのは、ものすごく、大変な状況の中に置かれていました。ユダヤ人のクリスチャンたちってエルサレムからどん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 散らされちゃったわけで、ですからね、自分の、今まで慣れし、住み慣れたふるさとを離れてですね、散らされていっちゃったわけですね。追っかけてくるから投獄されたり、石打ちになったりする危険にさらされていたわけですね。中には殉教した人たちもいました。そういう状況の中にあって、使徒の働きの13章の52節では、
弟子たちは喜びと聖霊に満たされていったと書いてある。でこの今一部分しか読んでないけど、この、13章の中では、この前になんかねいいことがあったわけじゃないんですよ。散らされていった場所で人たちは、イエス様の福音、良い知らせを伝えていった。でもその町々の、その町の人たちは福音を受け入れないで出てけっつって追い出した、そういう場面が書いてあるからです。その直後に追い出されたのに、うまくいかなかったのに弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。すごく、なんですか、不思議なことが書いてあるんですね。例えばですよ、この前ですね、人たちはその町に行って大歓迎されて、多くの人たちが福音を、受け入れて、たくさんの人が洗礼を受けて大歓迎されたって書いてあったらば分かるけれども、そうではないですね、追い出されちゃったっていう書いてあるんですね。じゃあこの弟子たちっていうのは何を喜んでいたのかっていうことを、考えてみる、必要があると思うんですね。何を私たち喜ぶんでしょうか。もちろん神様が良き方だって恵みと祝福をたくさん与えてくださってる、それから問題の中から助けてくださる、クリスチャンの友人たちがいる、ですね、祈ってくれている、必要が満たされている、それも感謝でしょう。ピンチの時に助けてくださる、それも感謝でしょう。でもですね、みんな私たち一人一人って大なり小なり、いろんな試練や困難なことがあったり、ピンチな状態があったりとか、悩みがあったりとかするわけですね。でもこの時の、1世紀のクリスチャンたちの様子を考えた時に、じゃあこの彼らは一体何でこんなに喜んでいたのか。一つヒント書いてあるよね、聖霊に満たされていたっていうの書いてあるよね。聖霊様は彼らのうちにあって喜んでいたんですね。その喜びを、弟子たちは共有していたんですね。内から湧き上がってくる神様、イエス様の喜びを、ああよかったな、あ嬉しいなってよ感謝してたんですね。だからすごく自然な、心の中から湧き上がってくるものだから、とても自然なものでしたね。その喜びが溢れてくるから、周りにいる、クリスチャンじゃないという人たちはとってもとっても不思議に思えたんですね。なんで彼らはあんなに喜んでいるんだろうと不思議に思ったわけですね。さてさて、この喜びに関してなんですけども、じゃあイエス様はどうだったかということを考えてみたいと思いますね。マタイの福音書の3章の17節、ここを一緒に読んで、見ましょう。いいですか。はい、ですね、過去の中ですね、天の、神様の声の部分だけ読みましょう。 1-3、 これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。天のお父様は、天のお父、イエス様、神様ですね、三位一体の神様、天のお父様は我が子であるイエス様を喜んでくださった。 いつも言いますけれども、なんかイエス様が素晴らしい働きをしたから喜んでいたんでしょうか。おお、よくやった、私の言うことを聞いて、福音を、これだけ広く広めて、たくさんの人を癒して、私がどんなに偉大で素晴らしいものであるかをお前が示したから嬉しいよって言ってますか。どうですか、ヨシ、どうですか。 何もする前、そうだよね、イエス様ってまだ何もしてないじゃないですか。ただ30年間両親に仕えていただけですかね。普通の、庶民の生活を送って、お父さんの手伝いをしながら、仕事をしながら、普通の生活を送っていますね。で、何か神様の大きな使命を、果たしているわけではない。これから始まろうとしているときに、神様は、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。ここを読むと、天のお父様がイエス様を愛し、なぜ愛して、なぜ喜んでおられるかをが分かるでしょ。天のお父様はなぜイエス様を愛しておられたんですか。
そうだよね、子供だから知っていたんだよね。じゃあなぜ喜んでいたんですか。子供だから。そうだよね、それが理由は自分の子供だから愛して自分の子供だから喜んでいたわけじゃない。でもう一つはね、それはイエス様がその喜びを、天のお父様の喜びを共有してたんですね。ああ、いつもお父さんっていうふうにイエス様親しく呼びかけていたよね。この方が本当に自分を我が子として愛してくださってる、天のお父様は自分を本当に喜んでくださっているということを喜んでいたんだよね。お隣の方は力を込めてですね、熱意を込めて近くインターネットで見ている方もですね、お隣の家族にね、あなたは天のお父様の愛する子供ですよっていうふうに言ってください。はい、さあもう一つ。神様はあなたのことを心から喜んでおられますよ。いいですか。はい、それが喜びなさいということは、喜びなさいというかそこから出発してるということですね。僕たちが何にもできなかったとしても、神様は僕たちのことを、子供として、子供だから愛してくださって、子供だから喜んでくださって、何にもできなかった、うまくできなかったとしてもね、ただ罪はいけませんよ。罪はダメだよ。罪を犯していてですね、それから離れないで、そこに、居座っていて、僕は神様の、私は神様の子供だからっていうのは、それはちょっと都合が良すぎると思うのでね、イエス様はマグダラのマリア、会員の現場で捕らえられた女性に、私はあなたを罰しない、また私もあなたを罰しないということ、私はあなたを愛してるよ、あなたは大切な存在なんだよって言ったと同時に、これからは罪を犯してはいけませんよというふうに言ってるわけでしょ。でマグダラのマリアの、マリアの人生はそこから変わっていったわけですね。イエス様が無条件で愛してくださった。ザカイもそうだったでしょ。ザカイに対してお前の悪い行いを知ってるよ、ねえ、悔い改めて今まで散々悪いことしていた償いをしたら、私はお前の家に今日行くからって言わなかったですね、イエス様ね。今日はお前の家に泊まることにしてやるからって言ったわけですね。罪人であるザーカイ、まだ悔い改めてないザーカイに対してそこから、それを聞いた時にザーカイは本当に自分の心が刺されて、ですね、イエス様が受け入れてくださる、自分をこんな自分を受け入れてくださるということを知って悔い改めた。それが神様の順番なんですね。恵みが先なんですね。恵みが先、そしてそれに伴って真理がついてる。恵みと真理は両方とも大切ですよ。でもそれが福音の順番です。私たちが喜ぶべきことっていうのは、神の子供だから、神様が、天のお父様は単純にそれだけで私たちを愛してくださってるから、そして喜んでくださってるから。3つ目は平安です。これも今の、世の中が、世界が失ってしまっているものですね。愛は冷えていきま す、ね、だんだん難しい状況になると、人間というのは自分のことしか、自分の家族のことしか、自分のことしか考えなくなるんですね。自分の身を守ることしか、それから喜びを失ってしまいます。で希望がなくなってしまうね。それから恐れに駆られます。そうでしょ。今は平安の大義語は恐れでしょ。いろんなものを僕たちは、保証として、これがあれば安心だというものをなんとなく持っているんでね、大抵の人はクリスチャンであろうがなかろうが保険に入ってますね。車で保険なしで走ってる人はいないでしょ。信仰があるから大丈夫だみたいな人いますか。
ですか。だから保険は、まあ、自分何かあった時に人をこう、他の人たちの損害を償うことができるように保険入るわけですよね。それからクリスチャンであるからといってやっぱり、ですか、あの医療保険にも入るわけですね、病気になった時にね。ダメ。それから、それから年金も多分入る、これからどうなるか分からないけども、老後のため年金入ったりしますよね。でそれは僕たちの不安を全部払拭することによって、あ、ちょっと安心かもしれませんね、ないよりは。でも本当に安心かといえばどうでしょう。この世の中全部こう変わってしまった時に、それ今、目の前で起こってるわけですけども、自分が大丈夫だと思っているものが崩れちゃうってことがあるわけですね。これ世界規模で起こってるってことは稀ですけれども、人生の中で自分でこう進んでいった時に多分大丈夫だろうと思いながら歩んでるんだけど、突然天井と真っ逆さまになるような経験をするようなことがあるわけですね。そうするとパニックになっちゃったり不安に駆られたり、するわけではないですか。そういう人間に対してですね、僕たちってすごく脆いですね、存在だと思うんです。こういったことが今のコロナウイルスも一つだけれども、それ10年前には震災も、遠くで震災もあったわけですね。時が過ぎると忘れちゃうわけですね。それよりも先ほど登っていけば、ですね、アメリカでテロがあったり、したわけですよね。でも時が過ぎてしまうとだん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 僕たちは忘れてしまうんですね。人間ってすごく脆いものなんですよ。すごく弱い存在なんですね。それを忘れてしまうんですね。これがあれば大丈夫、あれがあれば大丈夫っていうことだけ考えてしまう。目に見える状況が悪くなるとですね、私たちは簡単にこの平安を失ってしまいます。それから恐れと不安に飲み込まれてしまうわけですね。で大抵ちょっとしたこうことがあると、大体人間というのはよほどの楽天家でない限りは悪い結末を想像するようになりますよね。心配して思い患って、そのような状況が長く続いていくと、人間というのは心と体を病んでしまうでしょ。鬱になっちゃったりするわけではないですか。こういうふうにですね、今の世界、それから皆さんそういう経験されたことがあるか分からないけど、この世界っていうのは普段は、海なぎって言いますけど、波のないお日様がポカポカ照って、地水平線が見えて、それから自分が離れた岸もこう遥か彼方に見えてですね、その船の上で、航海を、楽しんでいる。ところが突然嵐になって風が吹いて波が吹いてくるとですね、今まで自分が大丈夫だったと思っていた小舟がですね、いかに頼りないものなのかというに気づかされるわけですね。でも幸いなことにクリスチャンはその小舟にイエス様が乗っててくださるんですね。弟子たちはパニックになったわけでしょ。イエス様いるのに水がどんどんザブ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 船の中に入っていて、しかも彼らのうちの何か漁師でガリラヤ湖のことをよく知っていました。でもパニックになっちゃったんですね。ガリラヤ湖がすごく深いことも彼ら知っていましたね。でこんな波であれば泳ぎの達者な彼らも溺れてしまうということを想像したわけですね。でもそれで慌ててイエス様を起きたらば、起こしたらばイエス様大丈夫だなんてそんなに恐れてる。わざと、多分イエス様わざとそういう状況を作った。それは自分に信頼しなさいというイエス様のメッセージだったわけですね。弟子たち溺れなかったでしょ。目的地に着いたわけでしょ。私たちは個人的にもですね、そういう状況の中を通らされることがあるでしょう、長い人生の中にね。その時に私たちが問われるのは、じゃあ私たちは何に頼っていたのか。船ですか。
それからそれとも漁師としての経験ですか、知識ですか、自分の知識ですか。そうではそうだとパニックになっちゃうんですね。そうではなくて、その小舟にいる乗っているイエス様であるならば、イエス様であるならば私たちは平安を保つことができる、こう言ってても僕たちはちょっと動揺したり不安になったりすることがあるでしょう。でもそういう私たちの弱さを知っていらっしゃるイエス様が私たちと共に、いらっしゃるんですね。たとえこの世界の全てが崩れてしまっても、キリストにある平安だけは残る。ヨハネの福音書の14章の27節、もう間もなくメッセージ終わりますけども、よろしいですか、一緒に読みましょう、1-3、私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を探してはなりません、恐れてはなりません。皆さんの持っているのは皆さんの平安でしょうか、それともイエス様の平安でしょうか。私はあなた方に平安を残します。イエス様が与えてくださる平安というのは、私たちが、感じていた平安とは全然違うものなんですね。イエス様が私たちと一緒に全てを、どんなにこの世界が混乱して未知情に見える破滅的な状況に向かっているように見えたとしても、この世界をご支配されているのはイエス様でしょ。そのイエス様は個人的に私たち一人一人と一緒にいてくださるんですね。さっき大切なことが一つあると言いました。キリストの弟子である私たち、覚えてる？これは私たちが一人一人がイエス様とどれだけ近く日々の生活の中を歩んでいるかということだけですね。イエス様とどれだけ、親しく会話をしているか、どれだけイエス様の願いを求めているか、イエス様の私たちに願っていることをどれだけしたいというふうに思っているかどうか、それだけが私たちにとって大切なことなんですね。イエス様は私たちから自由を奪いませんよ。私たちの願いをなんか無理やり奪ったりしませんよ。大切なのはイエス様の願いを私たちの願いとして、生きていくことなんですね。そういう歩みをしていく弟子たちのことを聖書は聖霊の宮であるというふうに言ってるんですね。それが一世紀の教会の弟子たちの姿でした。弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。この世の愛は冷えていっています。どんどん自分のことしか考えないようになっていっています。自分の国のことしか考えないようになっています。そして喜びを失って恐れに駆られるような状況があちこち残っています。それから人々は平安を失っています。でもその中にあって私たちはイエス様の愛、イエス様がくださっている喜び、イエス様が与えてくださった平安をが私たちの中に湧き上がってくるような生き方をしていかないといけないですね。鍵は私たちがどれほどイエス様と親しい歩みをしているかにかかっていると思います。お願いします。父なる神様、ありがとうございます。この世のこの世界の、状況は、一刻一刻、一日一日と変わっていきます。混乱が起こり、人々はパニックに駆られ恐れの中に生きています。しかしこの天地万物をお作りになった作り主であるあなたがこの世界を治めておられることには変わりません。私たちはあなたをお父さんと呼ぶことができます。あなたの一人子であるイエス・キリストを私たちのために、一人一人のために、生贄の子羊として十字架にあなたをつけて、私たちを全ての罪、呪い、病から解放してくださいました。
イエス様が代価を払ってくださったからです。私たちはあなたから新しい命を受けて、神の子として王であるキリストのしもべとして、キリストの弟子として生かされています。私たちがいただいている命はあなたの命です。どうぞ私たち一人一人が、またこの教会があなたのために豊かに実を結ぶことができるようになりますようにお願いします。お一人お一人の上にあなたの守りと祝福と恵みが豊かにありますように、イエス様の名前によって、お名前によってお祈りいたします。アメン。はい、じゃあここにいる人たち、カメラのフレームの中にちょっと入ってくれますか。向こう側を行くか、それ大体このように、まず日本語で平安がありますようにって言っていきましょう。まだいい、かっこいい、かけるよ、はい、かける、はい、はい、じゃあ1-3、平安がありますように。今度はヘブル語でシャロー、はい、シャロー。じゃあまたね。